皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのたけびです。本日は。 タイトルにもある通り、本要約チャンネルの新企画といたしまして、徹底リサーチ、質問回答チャンネルを始めるというお知らせになります。概要欄から質問回答チャンネルに飛ぶことができますので、早速見たいという方は、そちらをクリックして、質問回答動画にアクセスしてみてください。この企画は、視聴者様からご質問をいただいて、私たちが古今東西の書籍、論文などを徹底的にリサーチし、 その質問に対しての回答を見つけるというものになりますご質問は概要欄の公式 LINE アカウントから募集しておりますのでぜひぜひご応募くださいさて最近はねひろゆきさんをはじめとした様々な有名な方の生放送での質問回答の切り抜きが増えていますよねこのような切り抜きが増えていることからも質問回答には根強いニーズがあるんだということがわかりますもちろんね 私たちも生放送をしてそこで質問に答えるということを始めてもいいんですがただどうしても生放送での質問回答になりますとその場で即興で答える必要がありますからリサーチする時間が取れずクオリティが落ちてしまうのではないかと私たちは考えているんです私たちの強みは 圧倒的に多くの書籍や論文を読んできたことによる知識量とリサーチ力であります。それをね、ぜひ活かせるような質問回答がしたい。 というわけで、あらかじめ皆さんから質問を募集して、その質問の回答を書籍や論文などを徹底的にリサーチし、皆様にお伝えしていくという新企画を始めてみたいと思うんです。あらかじめ質問を募集して、リサーチの時間を確保することで、切り抜き動画よりもクオリティが格段に高い回答を目指して、全力で動画を作成していくので、ぜひよろしくお願いいたします。そして、本ようやくチャンネルの方では、なかな なかなか語らない私たちの個人的な感想や意見なども織り交ぜながらまるで生放送のようにフランクな感じで楽しみながらやっていきたいと思います本要約チャンネルの方ではどうしてもね本の内容や論文の内容をしっかりと皆様にお伝えするというコンセプトでやっておりますので私たちのぶっちゃけた感想とかフランクな感じを取り入れることができていないんです淡々と内容を解説することが多く 視聴者様との距離もちょっと遠いかなと最近考えております。そういった意味でも質問回答チャンネルは本要約チャンネルと差別化になるのではないかと考えています。また新たにチャンネルを立ち上げてもいいんですがすでに始めている論文解説チャンネルの方でとりあえずは質問回答の動画を上げていきたいと考えておりますのでまだチャンネル登録なさっていない方は概要欄のリンクから論文解説チャンネルのチャンネル チャンネル登録もどうぞどううぞぞよろししくお願いいたします本要約チャンネルの方も質問回答の方も全力でこれからも頑張っていきたいと思いますのでどうぞ皆様引き続き応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは概要欄のリンクから質問回答チャンネルの方でまたお会いいたしましょう本日はご清聴ありがとうございました